メイケルの風です。今回は売上高約15兆円、連結従業員数約22万人、海外売上高比率 87% を誇る日本を代表する自動車バイクメーカーのホンダ技研工業を紹介していきます。長いのでホンダと呼んでいきますね。今回の採用情報はホンダの採用担当の小野塚さんに聞いているので、ぜひ最後までご覧ください。ホンダといえば世界シェア1位で、2019年12月初旬に世界生産台数が累計4億台を突破したバイクのイメージが強いと思いますし、実際利益を見てみると二輪事業が最も大きいです。ただ売上ベースで見てみると四輪事業が 67% もあって一番大きいんですね。それ以外にも3年連続で小型ジェット機で世界1位のホンダジェットで有名な航空機を開発していたり、耕運機、発電機、除雪機、芝刈り機、ポンプや洗顔機、エネルギーなどを扱うラインクリエーション事業も行っていて、一つ一つが面白いです。よくトヨタ自動車や日産と比較されますが、事業を見ているとかなり色が違うのでしっかりと見ていきましょう。まずはかなり独自色の強いホンダのルーツを探るために歴史を見ていきます。自転車が主な移動手段だった1946年、本田宗一郎は遠くへ買い出しに行く妻を思い出し、旧陸軍が所有していた無線機の発電用エンジンを自転車の補助エンジンに作り替えて売り出し、注文が殺到したことからその歴史は始まります。これこそ今なお受け継がれている、世のため人のために自分たちができることはないかという本田宗一郎の言葉を象徴するエピソードですよね。本田は1958年に今や世界生産累計1億台を突破したスーパーカブを発売し、1959年にアメリカに進出し海外展開を始めます。そして1963年には四輪事業に進出し、1986年には小型航空機と航空機用エンジンの研究を開始しています。ホンダの歴史で面白いのは、とにかく日本初世界初という取り組みが多いことなんですね。例えば1981年には世界初のカーナビシステム、2000年に発表した世界初の本格的な二足歩行ロボットアシモなどが有名ですよね。ホンダイズムにある松明は自分の手でというように独自の道を歩んできたことが分かりますよね。そんなホンダがメインで展開する二輪事業、四輪事業の事業環境を見ていきましょう。まず自動車業界を見ていくと、日本では若者の車離れが話題になっていますが、世界の自動車の販売は特に新興国のガソリンエンジン車が伸び、2030年には現在の約 1.5 倍近い規模になるという予測も出ています。また100年に一度の大変革期と言われる電動化、自動化、コネクテッド、シェアリングの流れの中で、トヨタが自動車メーカーからモビリティカンパニーへの変革を発信したように、ホンダも多彩な製品を作るモビリティメーカーとしていて、新しいイノベーションのチャンスと捉えています。二輪市場も簡単に見ておくと、ホンダは世界シェア 35% 以上でダントツトップなんですが、国別で見ると全体需要の4割近くがインドで、中国、インドネシアが続いています。現状新興国が需要のほとんどを占めているので、中長期的には経済発展とともに二輪の需要も伸びていくと予測されています。直近の新型コロナの影響を見てみると、自動車メーカーはかなり厳しい状況で今期最終赤字になるとしています。ホンダの最新の決算においても、4月から6月の生産台数は自動車が前年比 40% 減、二輪事業は62.3% 減となっています。ただホンダは今期の業績予想で2000億円の利益が出るとしているので、国内で比較してみると減等しているといえそうです。この状況で利益が出る見込みなのがすごいですよね。ここからホンダの事業内容を見ていきます。まずホンダの売上の内訳を見てみると、四輪事業が 67%、 素業の二輪事業が 13.8%、 金融サービス事業が 17.3%、 ライフクリエーション事業が 2.2% を占めています。各地域での展開状況を見てみると、アジア南米では圧倒的に2輪が大きく、日本中国では4輪が強く、欧州北米ではパワープロダクツが強いというのが面白いですよね。簡単にそれぞれの事業を見ていくと、ホンダの二輪事業は先ほども紹介したように世界シェアダントツですが、これらの国で高いシェアを持ち、世界最大のバイク市場と呼ばれるインドでも 26% のシェアを持っています。次に四輪事業を見ていくと、国内シェアがトヨタに次ぐに世界シェアは7位です。N-BOX が代表的な車種で、日本で新車販売台数3年連続で1位を獲得しています。また耕運機や発電機、除雪機などを製造するライフクリエーション事業はヨーロッパやアメリカに特に展開していて、バイクや自動車よりも売上台数が多いというのがすごいですよね。さらに2015年からはホンダジェットの販売も開始しています。ホンダジェットは2019年に販売台数が36機で、小型ジェット機の納入数では3年連続で世界1位になっています。ホンダの売上からすると小さいですが、創業者の夢だからという理由で作られているのがロマンがありますよね。このようにして事業を多角化させてきたので、アシモの歩行技術をバイクの倒れにくさに応用したり、ライフクリエーション事業の発電機の技術を電動バイクに活かしたり、異なる事業間でシナジーが生まれているのもホンダの強みです。それではそんなホンダがどのようなビジョンを描いているのかを見ていきましょう。ホンダは今後2030年の時には既存事業が半分に、2050年には3分の1以下になるような成長のロードマップを引いています。自動車やバイクについて書いてあるのかと思ったら、意外
よね。ホンダが掲げる2030年ビジョンは全ての人に生活の可能性が広がる喜びを提供するというもので、具体的にはモビリティ、ロボティクス、エネルギーの3つの分野に注力していくとしています。特にモビリティとエネルギーを掛け合わせたホンダ e-MaaS というプラットフォームの構想がこの画像のようになっていて、かなり面白いんですが、説明が難しいので気になる人は概要欄の資料を見てみてください。それでは採用情報を見ていきましょう。国内の自動車メーカーで比較してみていくと、2020年度の平均年収はトヨタに次いで高いです。採用人数は557名とかなり多いですよね。分離比率は1対6で理系の方が多いです。欲しい人材と社風をホンダの新卒採用担当の小野塚さんに聞いてみましょう。小野塚さんが思うホンダが求める人材というのはどんな方ですか？我々ホンダ多様な人材求めておりますので、なかなか一概に言うことはできないんですけども、自身の夢や思いというところをしっかり持って、その実現に向けて主体的に行動している社員というところが、ホンダには多くかつ輝いているなという印象を受けます。ホンダさんはどういった社風ですか？こちらもですね、いろいろな社風がある中なんですけども、一つ人を大切にする、ホンダの言い方で人間尊重という風土は色濃いのかなと思います。年齢であったり役職であったり性別、あるいは国籍、いろんなバックグラウンドがある社員はおりますが、そこを関係なくですね、平等に扱ってくれる。具体例を挙げるとするならば、新入社員であってもですね、打ち合わせや会議の場で先輩社員や、あるいは上の役職の社員と異なる意見を自由に組み交わせることができる、こういったところが自身の夢や思いを実現することを後押しできる社風になるのかなと思います。最後に就活生にメッセージをお願いします。就活生の皆さん、おそらくですね、コロナの中で非常に不安が大きい時期かなと思いますが、就活はですね、いい悪いではなくてマッチングだと思いますので、まずはご自身がどうなりたいか、社会人になって何をしたいのかというところを考えた上で進めていただければ、きっと就活失敗ということはないのかなと思いますので、ぜひその気持ちを大切にしてください。皆さん、問題について分かりましたか？この動画を見て問題が気になった、もっと知りたいと思った方は、インターンなどの最新情報を見逃さないように、概要欄にある採用ページからチェックしてみてください。メイキャディではこれからも就活生のためになるような企業研究、業界研究、 OB 訪問、企業見学などの動画を上げていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。カズヤとコラボしたい、カズヤに会いたいという企業の方は、概要欄のメイキャディ説明ページか、こちらのメールアドレスからお問い合わせいただけると嬉しいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。